めとけ。おめえら何人束になってかかってきても勝負にはなんねえぜ。そうだぜ、このクソ暑いのによ。うるせえ、お前たちさえやりゃこの町は俺たちのもんだ。全員でかかれ。仕方ね、早く済ませようぜ。ゆうすけ、大変大変。わわわ、こら危ねえ。やめてやるよ。ついてきておくれ。とにかくもう大変なんだから。あのな、こっちはせっかくの夏休みなんだ。またいつもの小エマの知恵だったら聞かねえぜ。その小エマ様が誘拐されちゃったんだよ。小エマが、おい、泣いてばかりじゃ事情がわかんねえだろうが、何があったんださ、話してごらんよ。はい。実は小閻魔様は夏のバカンスとしゃれ込みまして。しゃれ込むような玉かよ、あれが。で、私たちをお供に連れて司会の浜辺に行ったんです。昼寝の後、小閻魔様がスイカ割りを楽しんでる時、我が名はガルラ。小閻魔はいただいた。助けたければ今日の日没までにマグマ谷へ金印を持ってこい。間に合わなければ小閻魔の命はない。まったく一瞬の出来事でして。なんだよその金印ってな。あれ、あった。これがその閻魔大王様の金印。門外不出、霊界を支配してる証だよ。もしこれが悪い奴の手に渡ったら、秩序は総崩れ、大混乱は避けられないわ。閻魔大王様でも霊界から追われる身になるかもしれないよ。その金印と小閻魔の命を引き換えようってわけか。閻魔大王様が出張中に金印を持ち出すなんて、そんな。でも小閻魔様が、ああ、私は一体どうして。しゃあねえな、まったく世話のかかるガキだぜ。ああ、ゆうすけ、ちょっと。ああ、ゆうすけさん、いけません。だってこれを持ってかなきゃ小閻魔を助けられないんだぜ。でも、まあ気は進まねえが、小閻魔と金印の両方とも無事に持って帰ってくれば文句ねえんだろ。時間がねえ、ボタン、道案内頼むぜ。はいよ、急ぎましょう。あれ、キエのバカタレどこ行きやがったんだ。ん、今までいたのに。きつめてやろだぜ。だが安心しな、かわいそうな小閻魔はこの男クワバラが助けてやんぜ。はあ、そうだ、クラマさんにも助けを頼まなくては。はい、コアシュラ様。わしをこんな目に遭わせてどうしようって言うんだ。へ、このコアシュラ様がトンマな小閻魔に代わって審判の門に入るのさ。なんだと。金印を手に入れて、いろんな書類にあれこれハンコ押しちゃうもんね。
困るだろう。困る、そりゃ困る、やめてくれ。金印が奪われたなんて、親父の閻魔大王にお尻叩かれるところの騒ぎじゃ済まねえだぞ、こらその崩れかかった岩はな、まあ持って日が暮れるまでだな。それまでに金印が届かなければお前はマグマの中にぶっちゃーんだ。急いで急いでおくれよ。うわー、へこいちゃった。おい何やってんだ。なんだお前ら。ここは我ら邪気一族の支配地、黙って通すわけにはいかんな。今おめえたちと遊んでる暇はねえんだよ。またな。貴様ら閻魔大王の金印を持ってるそうじゃねえか。何、こっちに渡してもらおうか。金印を持ってるのを知ってたんだと思う。ああ、噂が広がるにしちゃ早すぎる。多分俺たちはすでに敵の罠の中ってわけだ。だとしたらボタンよけろ。クワバだ。なんだこれ。妖怪ジュガンユースケ、あそこ。おとなしく金印を渡しな。レイガー、何、やろう、その勝利様の言っただけ返すんだよ。あー、ボタン、やらちゃなかったな。この檻は無限に再生を繰り返すぞ。まずは女から始末してやる。誰だ、邪魔するのは。枯れ木しか操れないお前では俺たちには役不足だ。クラマ、ええ、
が絡んでるとなるとお前たちだけに任せられん。そら、ここは俺たちに任せろ。早く行け。本に切るべ。ここから先へは行かせない。ゴースイッチ。間に合うと思っているからユースケに金印を託したんだろ。じゃあ聞くな。あー、もうすぐ沈んじゃうの。もっとスピード上げて。バカ野郎、俺が精一杯だ。また来た。エクソをどうする。行きゃねえだろ。あないと小エマは本当に死んじゃうぞ。何言ってるのです。殺せばいいじゃありませんか。何、間に合わなかった奴らが悪いのですから。でも待て。金印は持ってきたぜ。ユースケ、早く小エマを助けねえか。ガルダ、話してやれ。ああ、さあ、金印をこっちに放りな。ほらよ。これがエンマ大王の金印か。ついにやったぞ。コエンマはもうおしまいだ。おりゃ、一発走りで一生こき使ってやる。キーンだ、本物のキーンだ。こらガルダ、何をする。このキーンは俺のものだ。なんだと。そして霊界は俺の天下だ。なあ、俺の命令が聞けんのか。お前なんぞにもう用はない。やろう、全部てめえが仕組んだことだったのか。金印返しやがれ。この俺から取り返すとでも言うのか。一発で仕留めてやんぜ、レイガン。やったか。俺の反射鏡の威力は、俺と勝負してもお前に勝ち目はない。あれは最重要指名手配中の妖怪ヤシャ。腕がボタン、コエンマを。邪魔だ、死ね。この野郎。
できるのか。どりゃあ、これでどうだ。その傷ついた腕でよくやると言いたいが、まだで立ち上がれるはずはない。なぜお前はこんなガキのために命を張れるんだ。まあ一応俺を生き返らせてくれたのは小閻魔だしな、ユウスケ。命の恩人ってわけか。とにかくおめえに金に渡すわけにはいかねえんだ。今のうちに二人を。おう、死に損ない意味が跡形もなくしてやる。じゃあとどめだ。あの門に帰ったらちゃんと手当てするからさ。ああ。コアシュラ、なんでこんな大それたことをしでかしたんだ。復讐とかなんとか言っとったが。こら！泣いてごまかすな。だってだって、小閻魔と一緒の霊界幼稚園に通っている時に、俺が好きだった
コテンニョちゃんの誕生日にプレゼントを渡そうとしたら。なに、コアシラくん、話して。あ、いや、その、コテンニョちゃん、ガキの喧嘩じゃねえか。だって全く人探せなやつだ。同じ場所はハリーブズ。とにかく金は無事戻ったんだし、今回の任務も大成功だよ。それでコアシュラはどうなったんだ。うん、妖怪夜叉に焚きつけられたということで、ホエンマ様と共にいつものお尻叩き1万回で許してもらえることになったのさ。笑い事じゃねえぜ。おめえがあん時やつにマグマを浴びせてレイガンが反射できなくする起点がなかったら、今頃レイクにはどうなってたか分かんねえぞ。お、はあ、あれはマグレーだ。あ、なに、マグレー。ああ、まあうまくいったんだからいいじゃねえかよ、そんなことはよ。ああじゃねえ、ほら。